ジョルノ・ジョバーナの能力か。あなた覚悟してきてる人ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきてる人ってわけですよね。こいつ、よいやる気だ。マジだ。構造のくせにこの俺を始末しようとしている。嘘は言っていない。皮膚と汗だ。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。犯人を生かして連れてこいとは言われていない。ここでやり合ってもいいが、お前のこの異常な能力に触れる危険はもうこりんだ。少し離れよう。一旦距離を置いてから貴様を始末させてもらおう。こいつ、車体の壁にジッパーをつけ自分の体を中に入れてるぞ。硬い壁をも通過している。まずいぞ。奴をケーブルカーの外に出したのはまずい。しかもブチャラティに僕のことを仲間に喋られたら収拾つかなくなる。今絶対に奴を阻止しなくてはいけない。僕の未来のために。逃すことはできない。想定に関しては僕は必死だ。くれ、生まれろ。オーレンジセリス、生まれろ。新しい命を。これは奴のチップは、まさか人間の中にも入れるのか。ドイツだ。ドイツに隠れているのだ。受け！オチャラティはこの中の誰かにぬいぐるみを着るように隠れている。受け！受け！さっきへし折ったブチャラティの歯に生命を与え、肺として生まれ変わらせた。肺は奴のところへ帰っていき、見分けがつくってわけだ。行け！オールデックスペース！行け！ジョルノ・ジョバーナ。これは能力。相当あらわれ。始末させてもらうぞ！ジョルノ・ジョバーナ！行け！お前が心配することは、ジッパーでバラバラにされた後のことだ。何をやっているジョルノ・ジョバーナ。なぜ俺への攻撃をやめる。なぜとどめを刺さない。
あんたがいい人だからな。ギャングだけどいい人だ。あんたは薬をやっているこの少年を見てショックを受けて一瞬攻撃をやめた。ですよね。あんたがショックを感じずためらわない人なら、僕は今頃バラバラになって地面に散らばっていた。だから攻撃するのはやめにしたんです。薬を売る奴は許さないと、あんたはそう思っている。そして彼に薬を売っているのはあんたのとこのボスだ。そこにあんたは矛盾を感じている。だからあんたは彼を見て心を痛ませたんだ。だとしたらどうだと言うんだ。お前が勝手に攻撃をやめたからといって俺がお前を殺すってことには変わりはないんだぜ。いや、あんたはもう僕を殺したりはしませんね。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。僕はあんたのボスを倒してこの町を乗っ取るつもりでいる。なんだって。薬を流すようなギャングを消し去るには自らギャングにならなくちゃいけないってことさ。もう一度聞く。本気で俺たちの組織に入団するというんだ。ええ、この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。僕はギャングスターになります。いいだろう。ルカをやった犯人は探せなかったことにし、お前が組織に入団できるように紹介しよう。お前の気高き覚悟と黄金のような夢にかけよう、ジョルノ・ジョバーナ。